い、こんにちは。ネイチャーフォトラファーの林です。今日は花を綺麗に撮る撮影テクニックということで、まあ今からですね、ちょっと花が多い場所に行ってみて、まあ写真を撮ってみたいと思います。まあまずはですね、一番有名なファーム富田っていう場所があるので、まあそこに向かってみたいと思います。まあ今ですね、まあお昼少し前になるので、まあ結構ね、混んでるとは思うんですが、まあ写真的にはね、面白いので、まあせっかくなんでね、ちょっと寄ってこうと思います。で、その前に初めて僕の動画を見る人も多いと思うので、僕がどういう写真を撮ってるのかっていうのは下の概要欄にインスタグラムを貼っておくので、ぜひ見てみてください。またオンライン写真サークルでは僕が写真をアドバイスとかいろいろ作品のテクニックも掲載してるので、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。それではですね、ちょっと出発します。もう今ですね、ちょうど7月中旬ぐらいになって、まあラベンダーだったりとか、いろんな花が咲く時期になってきました。まあそれでですね、まあ久しぶりに花の撮影方法とか、まあ他にもですね、綺麗な風景があるので、まあその辺を撮影していこうかなと思います。まあファーム富田に向けて進んでいると、まあ、だんだんとね、車の量が多くなってきたんですよね。まあ、この辺りはかなり田舎なので、基本的に混むことってないんですけど、まあ、この7月のこの時期だけは、もう田舎の道も大渋滞が起こりますね。まあ、それで到着すると、こんな感じでもうラベンダーが一面に咲き誇って、まあ、遠くの山々も見えるほどの絶景ですね。まあ、ここをですね、少し撮影していこうかなって思います。まあ、今回はですね、もう手持ち撮影オンリーで撮っていきます。まあ、今回は花の撮影もそうなんですが、まあ、風景の一部として捉える場合が多いので、まあ、設定はこんな感じになりますね。花の写真ってなると、どうしてもね、マクロで撮ってしまいがちなんですけど、まあこういう感じにですね、風景として撮っても非常に面白いので、まあ背景を見て、まあその辺は決めてった方がいいかなって思います。まあ、それでですね、先ほどこうやって歩いていると、YouTube 見てますって言って声かけられましたね。やっぱりこれだけね、人がたくさんいて、まあなおかつね、撮影地なので、まあ撮ってるとたまに声をかけてくれる方もいらっしゃいますね。まあ、それでここの景色が一番のメインになりますね。まあ、よく雑誌の表紙とかになっている場所ですね。まあ、ここもですね、今ラベンダーが咲き誇って非常に綺麗なので、まあ、撮影を行っていきます。まあ、設定はですね、だいたいこんな感じで撮っていきます。シャッター速度が320分の1、 F は14の、 ISO は640の手持ち撮影で撮っていきます。で、せっかくですね、ここまで来たら食べたいのがこのソフトですね。まあラベンダーソフトクリーム、ここに来たらですね、皆さん一回ぜひ食べてみるといいと思います。これ結構美味しくて僕すごい好きですね。で、上からの景色も綺麗なので、ここも少し撮影をしていきます。まあ花の撮影は俯瞰で撮るっていうのも結構大事になってきます。あんまりゆっくりしてるとですね、もうどん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 混んできて、今度はですね、駐車場から出れなくなってしまうので、まあ、なるべく早めに撮影を切り上げて次の場所まで移動していきます。絶景の道をしばらく走って、でそこを抜けていって
った先にはこのような風景が広がっています。教会にあるような鐘が設置されていて、その背景にラベンダーが広大に咲き誇っています。まあ、ここもですね、非常に絵になる場所なんですが、まあ、ファーム富田よりかはかなり人が少ない場所になります。で、少し下側から煽って撮ると背景の青空が非常に綺麗だったので、まあ、このメルヘンチックな小屋とラベンダーを絡めて、まあ、撮りたいと思います。まあ、設定はですね、こんな感じでいきます。まあ、ここも風景の一部として捉えるので F は16まで絞ってシャッター速度が1/400、 ISO は400で、ここもですね、手持ち撮影でそのまま撮っていきます。まあ、それで観光地を離れて丘の中まで戻ってきました。まあ、今の時期はですね、別に観光地とか人がいるようなところに行かなくてもですね、まあ、綺麗な風景はどれだけでもあります。まあ、そこら中にですね、花が咲いているので、まあ、ここもですね、少ししゃがんでアイアングルとは違う形で撮っていきます。まあ、設定はこんな感じになります。シャッター速度が1/640 F11 の ISO 400になります。今日ですね、いろいろ撮影したんですが、まあ、花の撮影もそうなんですけど、まあ、どっちかというとね、まあ、ちょっと風景に近い感じではあったんですけど、まあ、大事なのはこんな感じですね。まあ、背景を入れるのか入れないのかを花の撮影をするときはしっかりと見極めること。まあ、そしてですね、俯瞰で撮ったりとか、しゃがんで撮ったりとかして、アイアングルとは違う形で撮影をすると、他の人と違う写真が撮れるので、おすすめですね。まあ、よかったらチャンネル登録とグッドボタン、そしてですね、BA で撮影ツアーとかもやってるんで、興味ある人は下の概要欄からホームページの方もチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。